やっぱロジクールの安定感半端じゃねえな。どうも。ロジクールの安定感すげえわ。ロジクールだな。はい、ワドツー。カメラがリスナーさんからの支援で変わりました。ロジクールカメラで放送してます。画質が普段よりいいはずですね。うわー、ぬるぬる。安定感やばい。ただちょっと暗いかなとは思うけど。若干暗いね。後で調整します。ロジクールっていうのはもう、パソコン配信の定番の一番高いカメラですね。ウェブカメのことを、ウェブカメの最大手メーカーがロジクール。もう鉄板って言われてるんですよ。で、そのカメラをリスナーさんから支援いただいて、まあ、ずっと使ってたやつですね。今はね、マイクロソフトのカメラ使ってんだけど、かみってますよね。ロジクール1万5千円ぐらいするんだけど、使ってないからあげるよって言われて。ロジクールが鉄板ですよ。カメラは。ヒカルくんにね、スパー申し込んだけど、ちょっと明日忙しいらしくて、お断りでした。練習一人でやります。手ぶれも少ねえな、なんか。ロジクールいいわ。なんか画質変わり、ドキュメンタリー。やっぱね、ロジクールが鉄板ですよ。全然違うんだよね。NASA が採用してるカメラメーカーなんですよ。NASA が小型カメラとか宇宙に持ってく時の、採用してるぐらい優秀なメーカーなんで、手ぶれも少ないし、くっきり映るし、本当に優秀ですよ、ロジクールは。これ新しいやつなのかな？古いやつなのかな？おい、ワード2、マリアンいらっしゃい。グリップが若干違うけどね。あと、カメラの広角具合が若干違うんすよ。ぬるってるね。音はどう？問題ないっすか？オッケー、ありがとう。青山、あれだよね、髪切ってからちょっとイケメンになったよね。練習っすね、これから。練習です。頑張ります。
波やってるな。騒いでるね。桜満開ですね。おー、すごいすごい、桜が綺麗だわ。こんばんは、ベックさん。こんばんは。トレーニングですね。さあ、花見シーズンだから人がすごい。夜桜で飲んでるよ。ラグはどう？結構出てる。ラグはどうですか？あんまり感じない？設定変えるとね、どうしてもラグとかが出るから。そんなに問題なさそう。ラグは今のところない。ありがとう。大丈夫そうだね。暗いな、ちょっと。設定変えるから待ってね。到着したら。明るさに関しては、画質はこっちの方がいいんだけど、テーブルとか。明るさに関しては、マイクロソフトの方が優秀ですね。今日は誰もいないな。タバコ吸いましょう。コメント。ステゴロ、ステッカー、テキスト。画像ってなんだろう。いらないか。これさ、毎日何？今日の1年分は運命だ。こんなに？あれ、キャプチャーができねえな。なんでだろう。キャプチャーがない。なんでだ。あ、できたできた。
かしい。50名さんいらっしゃい、こんばんは。よろしくお願いします。練習配信です。よろしく。あったグリップがちょっと変だな。初期型かな、ロジクールの。ロジクールの初期型っぽいっすね。ちょっと暗いね、やっぱり映像。明るさ上げるか。クリップ緩いっすね。露出を上げてみようか。露出は上がんないな。露出上げて、角ついた？露出上げて、ゲインを、こんな感じか。くらいかな。こんな感じでどう？見やすい？どうかな？どう？見やすくなった？カクつくよね。なんだろうな。ちょっとカクついてきたな。ちょっとカクついたよね。明るさは良くなったけど、カクつきが出たね。どうだろう。カクつきなくなった？つくような気がするな。残像が残るね。なんだろう。
ダメだな。残像が残る。どうすればいいんだろう。スローフォーカス、顔通信、詳細設定。これだと暗いんだよな。真っ暗だもんな。そうだね、高度上げるとカクつくっぽいな。今新しいカメラの設定なんだけど、動きがカクつくからどうしようかなっていう感じで、みんなと。これだと見づらい。どう？残像がすごいもんね。参ったな。千手観音になっちゃうよね。どうすればいいんだろう。何が問題なんだろうな。見づらい。出力ビットレート500のスノー FPT がどこだ。音は問題ないんだよね。音は問題ないんだよね。映像ビットレートそんなに問題ないはずなのに、なんでなんだろう。なんでこんなカクつくんだろうな。さっきの設定良かったのにな。音は OK だ。これにすると滑らかに動くんだよね。これだと滑らかでしょ。これだと滑らかだよね。めちゃくちゃどうすればいいんだろう。これだと暗すぎるもんな。暗いでしょ。これ暗いもんな。これだと動きがめちゃめちゃいいんだよね。ぬるぬるだよね。どうすりゃいいんだろう。ここの時点でもヌルヌルと。で、露出を上げていくと、カクつくと。今もヌルヌル。で、露出を上げるとカクつくんだよな。残像が出るんだよな。どうしよう。どうしよう。どうしよう。暗すぎるもんな、いくらなんでも。これだと見えないもんね。どうするんだよ、これ。映像構成、クロスバー構成。なんか設定があるはずなんだよな。フィルタリングでごまかすか？ちょっと待って、元の映像これで、フィルターでごまかしてみようか。
ちょっと待って、こっちでなんとかしてみるわ。高架機動隊みたいになってるな高架機動隊だな。これだとヌルヌルだけどね。これでどう？これでみんな、これでどう？コントラスト上げて、ガンマを下げる。ガンマをどう？これ、ぼやける。見づらい。参ったね。もうかな。これが限界かな、今日は。これが限界だわ。OK？ みんな。OK だったら手挙げて。これでいいっすか、今日は。この映像で。OK？ OK？ これで。OK ですか？います。しょうがないね。しょうがない。ホラー映画みたいになってる。ホラー映画超。貞子っぽいよね。すごい。貞子感が半端じゃない。
黒瓶軍団虎の顔さんもしくは本当にあった呪いのビデオでわら。呪いのビデオ懐かしいっすね。よく見たな。あれ流行りましたよね。これ石垣の上だから安定したいんだよな。平らじゃないんですよ。怖いね、それね。ユーオリ、ユーリ、サンカズミチさんが履いてる赤のコンバース、私も履いてます。マジで？お揃い？マジか。真っ赤なやつでしょ。最近出たやつだよね、これ。全部赤なんだよ、全部赤。最近出たやつだよね。お揃いだ。男でオラ履いてんのこれ俺だけじゃん。これはかっこいいと思う。これは買わなきゃ。こんばんは、初見さんいらっしゃい、ともさん。楽しんでいってください。こんばんは。こんばんは。ワカメさんいらっしゃい。ワカメさん何するの？練習。練習です。いや、シリ呼んでねえわ。いちごともいちごさん動画は全然詳しくはないですが。うん。
やったかな。バレーのアットマークロビン軍さんトラの顔さんとは周りににやかやで、いちごともいちごさん一眼レフだとドットドットドット光とシャッタースピードの関係で残像とか残ります。あ、多分ね、原理は一緒だと思う。原理は一緒だと思う。動画もよいこさん、かずみちちゃん、どうもどうもどうも、よいこさん、こんばんは。よいこさん、お疲れ様です。お疲れ。よいこさん、今家？今から練習です。寄ってきます？近くだったら寄ってきます？お疲れ様です。お仕事そこまでお疲れ様でいいす。いちごともいちごさんくらいところを無理やり明るくするとなかなかうまく映らないかもです。そうですよね、より小さい。無理やり明るくするとちょっときついかもね。ありがとう、教えてくれて。よいこさん、今市ヶ谷だから寄っていこうかな。わら、あ、今日現場使うんだ。今市ヶ谷寄ってく？まあこれから始めるからまだ1時間ぐらいやってるよ。はい、サンバー、筋肉ついて痩せてる、頑張ってるんだね。痩せたかな、痩せたかな、変わった。結構言われるね、やっぱり体変わったって。自分だと分かんないんだよね、あんまりね。アイさんいらっしゃい。変わったかね。努力の成果が出てるかね。沼村さん、どうも。どうも。行動はね、アットマークロビン軍団トラの顔さん、いい感じ、いい感じ、再改造できてるよ。じゃあ軽くアップの3分間やります。ウォーミングアップの3分間いきます。コメントで盛り上げてください、よろしく。ちょっとコメント拾えないけど、みんなでああでもないこうでもない楽しんでもらえると嬉しいです。今からアップをします。本ちゃんのシャドウじゃないです、よろしくです。カメラの設定に手こずったけどね。
いいけどタバコ吸ってる時点で本気度が伝わってこないな。チルダ高光。俺の知り合いタバコ吸ってるけどめっちゃ強い人いるよ。タバコ吸ってるけどめちゃめちゃ強い人いっぱいいるよ。超ヘビースモーカーだけどすごい強い人知ってる。
さんちょこちょこ打たないでラッシュ何度もやった方がいいんじゃないの、どうなの。俺の知り合いのヘビースモーカーの格闘家、ハンマユージロー。めちゃめちゃタバコ吸うからね。マジ強えよ、ハンマユージロー。めちゃめちゃタバコ吸うわ。所詮スポーツマンだなって言われた。タバコやめた方がいいっすか。小倉さん打つ前に力むからな、チルダ相手に呼ばれなきゃいいが暗い。小倉さん吸わなかったらもっと上行けたんじゃない。上目指してねえわ。ロアコさんだよ。ロアコさん。コブラさん横腹をもっくそ行かれたら立ち上がれないだろうな。田中さんの知り合いさん10連発行こうよ。
打ちで救急車2台呼ばなきゃな。八百長はする気はないかな。なんか八百長はつまんないから。八百長はするつもりないかな。面白くないな。田中さんの知り合いさん、ジャイアントババとか面白かったじゃん。いや、俺その世代じゃないから分かんないよ。ジャイアントババの試合見たことないもん。八百長つまんないよね。八もしかしたらリスナーさんが帰りに寄るかもって言ってたね。リスナーさんが帰りに寄ってくれるかもって。来るのかな？よい子さん来んのかな？じゃあ見なきゃいいじゃん。田中さんの知り合いさん一発で終わる試合が多くなるでしょ。投げはなし。知り合いさん蹴りも殴りも投げも何でもありなの。別にタダで見れるんだから見たくなきゃ見なきゃいいし。見たい人が楽しみにしてるんだからそれでよくね。別にやらせの試合なんて世の中に5万とあるんだからそれ見ればいいじゃん。俺はそう思うよ。首相撲はあるよね。バレーニョアットマークヘッドギアなし。ヘッドギアなし。バック9さんヘッドギアするの。ヘッドギアないよ。ボケたな。ピンボケが。ピンボケがすごい。レガースとグローブはつけるけど。
16オンスだから倒れないでしょ。16オンスだから。倒れることはまずないと思うよ、パンチで。前蹴りは有効だね、すごい。前蹴りは有効だけど、KO するやつじゃなくて、距離を測ったり、まあ、溝落ちにダメージ入れたりする技だから、どちらかっていうと、牽制の技かな。うん、前蹴りは。やられて嫌なんだけど、倒す技ではない。その距離の取り合いなんですよ。その距離を、自分の距離を保つ技だ、ね。あ、だって素人同士だもん。相手はプロ格闘家じゃないから。何オンスなんだろう。8オンスかな。8オンスだと思うけど、俺が使う、その試合で使うグローブはこれで16オンスってやつなの。練習でも使わないって言われてるグローブだね。前蹴り一発。何の試合で、どこの何戦、な、空手、キックボクシング。防御は一応教わってるけど下手だね。パリングと、ねえ、ピポットは教わってるけど。パリングっていうのはこういうやつね。これがパリング、これがパリング。田中さんの知り合いさん、空手の練習。空手の練習？36オンスって重いの、うん、すごい重くて、体感で言うと、ペットボトル握って殴る感じがすごい遅くなる、これで。スピードが落ちるんだよ、ザブの。こんくらいのスピードになっちゃうのね。こんな感じのスピード。ちょっと遅いね。遅いでしょ。スピードは落ちる。こんな感じ。効かないよ、こんなの。ボクサーの練習でも使わないグローブだもん。ユーオリ、ユーリさん、声は何のために出してるの？声普通出すんだよ、パンチ打つときに。これは基本だよ。出さない人もいるけど、リラックスしてスピード感を出すために息を抜くの。だからボクサーはシュッシュって言うでしょ。シュッシュッ。新宿公園かね。シュッって。のびさん、こじきが税金払いよ。新宿中央公園だね。うん、新宿中央公園。ユーオリ、ユーリ、感想なんですね。そう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 。のびさん、風船をプレゼントしました。風船ありがとう。スタミナあった方の勝ちでしょ。あと2ヶ月くらいでしょ。マック九三長は裸で。まあ、スタミナ勝負だね。上は裸じゃないに T シャツ着る。番になるから。ツイキャスだから、放送が。田中さん？田中さんは知らないね。はい。田中さんは知らない。話聞いてないね、ケニーさん。飲むった方がいいよ。
いや、田中さんじゃないけど。田中さんもいるけど、田中さんじゃなくて、なんだっけ。何さんだっけ。あれ、どう忘れした。田中さんもいるけど、もう一人、あれ、なんだっけ。ケニーさん石野ってあれ、どこから配信してる？家からでしょ。なんだっけ、田中さんじゃなくて。割れ物さん、ワンツーだけじゃなくて、フックとかボディのパンチとか打った方がいいよ。うん、もうストレートだけで、高等技術はなしで練習してる。なんだっけ、何さんだっけ、あれ出てこない。田中さんの手前に住んでる人なんだっけ、ボス、あれ名前出てこねえな。何さんだっけ。忘れちゃったな。何さんだっけ。前出たかも。割れ物さん、グローブつけてのボディのパンチは素手より効くよ。キックだから、だったら蹴り打った方がいい。田中さんの知り合いさん、格闘技詳しいかもしれないよ。名前も聞いてきてみよう。なんだっけ。山友やイルカさん、こんばんはです。はい、どうもこんばんは。楽しんでて。まあ誰かとやった方が一番いいんだけどね、本当は。怪我したらまずいから。怪我したらまずいじゃん。お願いしてみる。ちょっとスパーリング付き合ってもらえませんかってお願いしてみる。田中さんの知り合いさん、ヘッドギアないの？ヘッドギアあるよ。いや、お願いしてみる？スケートボードやってる人に。お願いしてみる？お願いする？めちゃめちゃじゃない？初対面の人にいきなり僕のこと殴ってくださいっていうの？イサムンプン、さんしてみよう。してみる？田中さんの知り合いさん、負ける気がすごいする、怖い。割れ物さん、やめた方がいい。だよね、マジになっちゃうからね。やっててもマジになっちゃうから W。そう、絶対熱くなるから。まずいよね。まあまあ、顔見知りとかだったらね、いいけど。顔見知りとかだったらいいけどさ、いきなり声かけて僕のことを殴ってくださいはちょっとないでしょ。うん、ただでさえ俺コミュ障なのに。ポンタさん、実践はポイント制。ポイントなし。ケンチさん、腕相撲対決。腕相撲弱いよ、俺。田中さんの知り合いさん、相手が2人いたら止めてくれる。
そう、じゃあお願いしてみる？お願いしてみる？お願いしてみる？じゃあ。賛成か反対か書いてみんな、じゃあ。ちょっと、スパーリングお願いしてみるか。スパーリングっつうか、じゃあ殴られる一方で避けるだけとか。賛成か反対か書いて、じゃあ。賛成か反対か。賛成か反対か。書いてください。いや、だってスケートボードやってる人たちだよ。スケートボード。反対？反対が多いか。じゃあやめよう。やめとこう。怪我するし。今日ヒカルくんにお願いしたんだけどね。相手の実力わかんないからね。パンチ避けるだけ。殴られや。俺が避けるだけとか。うん。喧嘩になるかな。俺が殴らないで殴るだけっていう。一方的に、相手が。で、俺は避け続けるっていう。聞いてみる？殴られ屋やる？誰かね、リスナーさんが来てくれればいいんだけどね。うん。殴られるだけ。ちょっと聞いてみようか。聞くだけ聞いてみようか。30秒ぐらいだったらいいんじゃない？ 30 秒とか1分とか。30秒とか1分とか。切れて喧嘩になるか。やめた方がいいか。やめるわ、じゃあ。いや、当たるのは練習だよ。いや、どういう性格なのかわかんないけど、若い、運動神経抜群の男の子たちだよ。うん。お願いしてみる？お願いしてみる？お願いしてみる？試しに話だけ聞いてみる？うん、行ってみるか、じゃあ。行ってみる？俺は切れない、全然。でも今の実力を測るのは、ストリートファイトが一番いいって言ってたじゃん。うん。ストリートファイトが。でもさすがに喧嘩するわけにいかないから、ここ日本だから。うん。話してみる？話しかけてみる？行ってみる。ちょっと聞いてみようか。聞いてみるわ、じゃあ。いや、バンにはならないでしょ。それで。俺が殴られるだけだったら、避けるだけなら。あの、すいません。今、お忙しいでしょうか？お話ししてもよろしいでしょうか？いいですか？お話しても。5分ぐらいなら。あの、今僕生放送やってるんですけど、ちょっと、あの、顔映さないんで、会話とか声に入れても大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。あ、むしろこれ入れてほしいんですけど、僕。あ、入れて、映していいですか？あ、むしろ僕これ入れてほしいです。わかりました。あの、僕、あの、ここ重要。これどうなってるかだけ重要なんですね。こんな感じで。やば、はい、あ、実はですね、はい、すごいですね、自転車。すごいっすね、逆回転。やばいっすね。すげえ。すごい。あの、どういうことですか？あのですね、僕、生放送の企画で、はい、あの、2ヶ月後に、あの、キックボクシングの試合に出るんですよ。ちょっと、紹介しようよ。でですね、あの、はい、全くのど素人なんですけど、ちょっと30秒間、
この誰かにあのグローブで僕をこう狙っていただくことは可能かなっていう。僕手出さない。やりたい、ぜひやって。あの酔っ払ってますけど。全然。もしよかったら向こうでちょっとグローブつけて30秒間僕避け続けるんで。地からダメですか。めんどくさい。ここだとちょっとカメラアングル的にちょっと光がなくて。行けよ。もしよかったら。みんなで行こうよ。じゃあ行こうよ。30秒だけなんですけど、僕絶対手出さないんで。ちょっともしよかったら。どうも。よいしょ。どうも。やべえな。オッケー出た。オッケー出たよ。マジか。俺殴られるじゃん。いい人そうだったね。お疲れ様です。ありがとうございます。これはい、ですね、だいたいカメラが映るのが、はい、この辺からこの辺、ここの円の端から、はい、この辺なんですね、はいはいはい、だからこの辺の中でちょっとこっからここら辺の中でっていう感じで、はいはい、で、ここ避け続けるんで、はい、あ、蹴りなしです。で、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。本気で顎とか顔とか狙っていただいて。いや、ガチだ。で、僕全然反撃はしないんで。申し訳ない。あ、全然、僕の練習なんで。で、30秒間。誰か3、あの、ゆうこさん、30秒測ってもらっていいですか？明日の情報は1巻だけ読んだから。ちなみに、はい、あの、格闘技の経験ってありますか？あ、柔道やってました。お、柔道。なるほど。じゃあ僕パンチ避けるだけと、クリンチ OK ですか？あ、ダメ。じゃあ避けるだけで。じゃあ僕手出さないで30秒間っていうことで。じゃあやらせていただきます。え、どこに当てたら1点とかあるんですか？ないですね。あの、例えば顔面ちょっと狙っていただいて、こういう風に避けたりするんで。で、まあボディとか狙ってもいいんですけど、じゃあ顔面当たったら1ポイントで。あ、顔面、じゃあポイント選手の顔面当たったら1ポイントで。クリンチ、僕パリングって言ってこういう技とかやるんで。ボディも1ポイントです。ボディは効かないと思うんで。うん。じゃあ、いいですか？リスナーさん OK でしょうか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません。今、ちなみに100人近く。あ、やばい！ 100 人も見てんの？はい、110。俺のライブ中継10人くらいしかない。30秒でいいですか？はい。30秒でじゃあ、10秒前カウントでお願いします。じゃあ OK だったら手を挙げてください、リスナーさん。あの、協力していただけるっていうことで、初絡みなのに。じゃあ、よろしくお願いします。この枠内っていうか、この辺の、はい、お願いします。俺反撃されたらマジ吐くからね。反撃しないです。じゃあ10秒前からいきますよ、はい、いやすごい構えがね、本気だね。8、7、よし、すごい、5、4、3、2、1、はい。あ、落ち。わぁ、すげえ。残り15秒。あ、今もらった1ポイント。6、5、4、3、2、1、終了。2ポイント、2ポイント。ありがとうございます。すげえ疲れる。2発もらいました。ありがとうございます。いや、辛い。超辛い。ありがとうございます。やばい、これさ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すみません。ありがとうございます。いや、重いっす。やばい、重いね、グローブが。2発もらいました。こんな感じなんですよ、生放送。こんばんは。なんかよくわからない人です。いつも自転車やってるんですか、皆さんと。僕自転車乗ってます。もう何年ぐらいやられてるんですか？でも僕1年ちょっと。みんなすごいですよね、くるくる回って。すごい。はい。ナイスファイトって見てる人が。ありがとう。ありがとう。すいません、初絡みなのに。なんか僕。絡んでしまって。今日上手です。基本的にいるんで。はい。よかったらこれから。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。いい人でした。2発。やばい。
話しかけてみるもんだね。うん、2発2発。あの、それ以外、クリーンヒット以外は全部パリングで騒いでんの、あの、当たってるように見えてるけど。もらったね。よいこさんもやる？やんない。すごい反射神経いいね、やっぱ。いやでもね、本当に一発は決めたなって思ってたのをすげえ言ってられたのはびっくりした。いい、一発マジで、一発マジで、あ、これもらったんだって、これ言ったんですよ、言ったら。いいの2発いただいちゃいましたね。でも16オンスだと倒れないっていうの分かったでしょ。お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。やっぱり星が飛ぶからね。ゆうこさんもやろうよ。やろうよ。面白いじゃん。人を殴ったりするか。ヘッドギアつけるよ俺。あれヘッドギアがない。今後に。え、ヘッドギア持ってきてなかったっけ俺。いいの入ったって。いや、星飛ぶよ当たった瞬間バーンって。星飛ぶよ。それは。お疲れ様です。結構この時間終わるんですか仕事。大変ですね。よいこさんいらっしゃったよ。コーヒーありがとうございます。歩いてきたんですか。あれなんだろう、すげえ滑る。なんでだ。なんでこんな滑る。疲れるよやっぱり。階級どれくらいですか。あれ電池が減るの早い。もう今日もう電池なくなるわ。脇に出てきそう。シャキーンって。ドルさんいらっしゃい。よいこさんやってよ。もうちょっとしたら、もうちょっとしたら、だから充電なくなるもん。本当？うん。よいこさんにやってもらおう。うん。蹴りなしでいいですか？蹴りありの方がよかったら、レガースもありますよ。俺受けるだけです。蹴り入れますじゃあ。グリムだけ。全然いいっすよ、全然いいっすよ。ポット、いやいやいや。ただお願いします。軽くでいいんで最初は。
ドレさん見てたんですね。恥ずかしいですね。女のスカート緑だったけど今流行った。いや、女の人なんかいないでしょ。女の人なんかいないよ。タバコ吸ってくるわ。よいこさんがやってくれるって。ごめん、充電なくなるからさ、充電なくなるから最後です。充電なくなるから最後です。ありがとうね、みんな。今から、やります。見てる人手上げ。ラストです。うん、気をつけるよ。あ、でも、やっぱ殴られるのが一番の練習になるから。距離感。じゃあ、お願いします。お願いします。パンチだけで。
消えるか。充電の持ち悪かったな。どうも、和田つでーす。今から帰ろうと思います。充電切れちゃいました。携帯配信です。パソコンの電源切れちゃったよ、ごめんね。ダメな、安定しねえな。どうしよう、スタンド持ってないかな。グローブ外します。ごめんね、充電切れちゃった。みんな どうもお疲れ様です。ごめんね、携帯の充電切れちゃった。ワード2、ドレさんみたいにうまくいかないっすね。こんばんは。誰からもコメントないっすね。俺を貸してバドツ。2時間ぐらい持つはずなんだけどな、なんで持たなかったんだろう。いや、まあ新品なんです。そこまで劣化する感じじゃないですけどね。カメラ新しいのにしたから。トライパーティーさん、レンズ曇りまくりやの。いや、レンズね、割れてるんですよこれ、 iPhone だから。ここから歩いてどれくらいかかります？30分ぐらい。あんま空いてないですね。何食ったんだっけ。何も食ってないか。腹減るときと減らないときはすごい差が激しくて、今減量モードですね。明後日から旅を、うん、24名さんいらっしゃい。どうも。
ろくちゃんさん、旅ついに始まるのですね。旅そろそろだよ、もう2日3日後には。何の用意もしてないけど何の用意もしてない。みんなに会いに行くよ。今回が始まった。プロレス鈴木軍サポートメンバーあつしさん、お今日もやってますね。うん、今日終わりだけどね、もう。コーヒーありがとうございます。あー、ありがとうございます。これ2本1本お飲みですか。あ、いいか、ありがとうございます。ありがとうございます。タバコ吸いましょう。3発いいのもらっちゃったな、よいこさん。やっぱ攻撃は最大の防御って本当ですね。うん。怖いよ。そうですね、やっぱもらいますからね、カウンターで。当たった瞬間にごめんなさいと思う。ねえねえねえ、そこ。なんか僕は格闘家には向いてない。優しいですから、よいこ。まあ毎日やってますからね、みんなスケボーも自転車も。初めてですね、もう本川。
ち花がない。あ、花向こうっすよ。見に行けます。あ、うん、花向こうっす。あれ、俺のおすすめに載ってない。え、なにこれ。あ、女子だわ。俺女子じゃねえわ。うん、そりゃ乗らねえわ。びっくりした。下の方ですね。20人ぐらいなんで。向こうっすよね。交差点まで一緒に行きます。花はそっちですよ。向こう、向こう。この辺っすね、桜は。ライトアップされてないからあんまり。結構さっき花見客いましたよ。満開ですね。メガネ、M ヤマトモアイ像、イルカ、さん。配信して戻ってきました。MM ただいまです。あ、そうなんだ。お帰り。お帰りなさい。向こう側っすか。あそこの交差点っすか。帰り。そうだね。いいっす。え？かそってるか下の方に。25人。おすすめでフォローしてたら一番上の方に出ますよ、ハートマーク。
ってないか。これ。あ、それそれいるじゃん。タイトルなしは。いいっすよ、いいっすよ。乃木ヘッペン喫音症さん、おはようございます。おはよう。乃木ヘン千葉来たらリアド作んのか。リアド作んの。難しいかな。乃木ヘッペン喫音症さん、一番人に会ううちにはきっと会えるよ。会えるかな。お疲れ様です。すいません、ありがとうございます、うん、ごちそうさまです。コーヒーいっす。僕は家に帰りまする。いっす。コンビニはないかな、はい、向こう側に行かないとないっすね。酒っすか。久美さん、こんばんは。ハグしようとしている笑顔、はい、初見です。コンビニは、ひねさんいらっしゃい。スーパーがそこにあるのと、うん、ちょっと歩かないとないですね、うん。初見さんいらっしゃい。この辺静かでいいっすよね。じゃあ右行きますか。コンビニ案内しますよ。ワルちゃんの 家のあれじゃない。これはその特定とかそんなんじゃなくて。いやだって僕住所バレてますもん。そうなの。そうですよ、もうとっくに。全然家の特定は怖くないです。ひどい時だと、あ、みんな遊びに行けますよ。初見さんが和道とか言って、いや誰だお前と。超怖えよ。みんなが知ってる気になるから。そうですそうです。お会いに来たよとか言って、誰だお前。知らないよ。いや俺だよみたいな。バレるも何もホームページに載せてるからね、わらわらわら。そうだね、ホームページにも載せてるしね。もう開き直ってますね。自ら出しちゃい。もうプライバシーなんてあったもんじゃないですよ。au さん、電波悪い。電波悪い？嘘。そ、電波バリゴだよ。電波あるはずだけど。はいっす。ここ右っすね。はいっす。はい、コンビニだけ付き合って。いいっすよ、いいっすよ、全然案内します。ここで昔食事に行ったこと。マジっすか。いや、今当たれないっすね。はいっす。はいはい。
まあ好きでやってるんで、うん、疲れるとかは、まあ、いい疲れですよ。はい、1日10時間ぐらいやってるかな、平均すると。はい、仕事やってる時5時間ぐらいに減っちゃったんですけど。5時間やる。はい、苦ではないですね。楽しいっす。そうですね、ソファーが捨ててあるからね。いや新宿すごいよ、まだ使える、売ればいいのに。すごいっすよね、金持ちたちがいっぱい住んでるから。乃木ヘッペン喫音症3水曜どうでしょうの粗大ゴミで家作る企画を思い出した。いい企画だよね、うん、いい企画だよ、うん、新宿なんてもうほんと使えるもんとか全然捨てるよ、みんな高級家具とか。軽ドラ買って拾いに歩けばいいんだよ。リサイクル業成り立っちゃうよ。乃木ヘッペン喫音症3、何かの番組で日本をきれいにしながら北上するみたいな企画があったね。乃木ヘッペン喫音症3、電波少年かな。電波少年かな、あったっけ、それ知らないな俺。あれこの辺なかったっけな、コンビニ右側にあるはずなんですよ、ファミリーマートが。先にはセブンイレブンがありますね。ここのジムが配信許可取れたんですけど、あの3500円なんです。2時間3500円かと思って。いい感じや。なんかあのプロの格闘家がやってるジムみたいですね。家から近いし。そこにファミマが。あ、じゃあここで待ってます。よいしょ。
帰って家雑やろうか。おいっすー。それっすー。ここ、右側に行くと、あの、北新宿の方行くの、わかります？うん。多分これ右行けば、そう、歌舞伎町の方っすね。そこはまっすぐ行って、あ、そこの突き当たりを右っすね。で、歌舞伎町方面っす。いいっす。じゃあ、お疲れ様です。え？ミュートしてる？ミュート。うん。戻ってきました。当たっちゃいますか。家に帰って雑談をします。家に帰りましょう。50名さんいらっしゃい、ワドツです。家に帰りまする。コメント全然ねえな。みんな2ウィンドウなのかな今日は。
ゲーム作りながら RPG 作る RPG 作る3かな。神ゲーだったよあれ。面白かったな RPG 作る。PC 最新のスクール MV、 へえ、そんなのあるんだ。へえ、いいよね、自分のオリジナルストーリー。いいよね。今度帰ってきたら、ああ、ゆいこさんどうもどうもありがとうございます。本当に感謝です。ぜひぜひ行きましょう、試合終わったら。多分5月の20日ぐらいに帰ってきて、で6月の10日まで練習するんで。そんなことあるんだ。自分の作ったゲームを実況してもらえるんだ。面白っ。じゃあすみません、家着いたんでパソコン配信に切り替えます。トリオツです。一回切り替えます。お疲れ、トリオツ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん。もう